はい、スプレッドライダーのヨモちゃんです。今回私が紹介するのはレディースモデルの LTV という板を紹介したいと思います。こちらはスプレッドのレディースモデルの中で一番柔らかい板になっています。私がこの板に乗っている理由は柔らかい板が好きということと、プレス系のトリックが得意なのでこの板に乗っています。一番柔らかいモデルなのでトーションがとても使いやすくて、プレストリックもとてもしやすいです。なのでおしゃれなプレストリックがしたい、柔らかい板に乗ってみたいという方にはおすすめしています。どうぞ。今シーズンは2色展開なのでどちらか好きな色を選んで乗ることができます。可愛い系とちょっとクール系な板になっております。スプレッドライダーのアリサです。私が紹介するのはレディースモデルの LTY です。 LTY は弾きがとっても楽しいです。私は弾き系の技が好きなので、この張りのある LTY がとっても乗りやすくて弾きやすくて好きで乗ってます。フレックスバランスを調整して弾きやすさそのままに、さらにプレスとかも乗りやすくなってます。張りがあるので弾きも乗りもランも安定してできるので、何でもやりたい人におすすめです。ぜひ乗ってみてください。